みたいですよ。なんか最初のカットなのになんか緊張とか しないでできましたね。ラッキー、元気かな。すっごい尻尾振ってて喜んでる。雨に濡れて体はちょっと湿ってました。ラッキー、寒くなかったかな。手がブランブランしてますね私。そしてよく深呼吸をします。特に自然のところに来るとなんか恥ずかしい。鼻の穴が三角です。これ言ったら気になりますよね絶対。おにぎりの鼻です。イメージです。やることがなくなりましたね、ピースをしたってことは。後ろのベンチに座ってる人が気になる。天才です。今日はすごい天気が良くて良かったです。以上です。以上、頑張ります。昨日すごい楽しかったから今日も楽しくできたらと思います。言葉にするのは難しいですね。思ってることを言葉にするのは。帰るまでに沖縄の美味しい空気をいっぱい吸っとくぞ。あーお仕置けバイバイ。水がすごく冷たくて、でも天気が良かったのでこう体は暖かくて、なんか一番気持ちよかったです。この時がシャボン玉みんなが一生懸命吹いてくれたんですけど、風でなかなか思うようにいかなくて大変でした。ありがとうございます。必死ですね。でも楽しかったですよ。本気すぎて。この間子供とか見ててくださったんですけど、本当に何も言わないでずっとじーっと見ててくれてて、ちょっと緊張したけど。ジュゴンがピンクじゃないことはよくわかってますよ。でもこうピンクがあったから使いたかったんです。恥ずかしい。もっともう一回書き直したいなと思っていて、で沖縄に行くってなった時にそんな話をして、でもまさか行けると思ってなかったので、でどこにあるのかもわからなかったので、ジュゴンの見える丘っていうのがあるみたいですよって話をしただけだったんですけど、沖縄に着いたその日にこうスタッフの方からジュゴンの見える丘が分かったので行きましょうと言っていただいて、本当はその時にもうすでにすごく感動していて、なんかその2頭のジュゴンが泳ぐ姿がもうパッと浮かんで、なんて言うんですかね、やっぱり言葉にするのすごく難しいんですけど、なんかすごく感動したんですよ。
なんかびっくりするぐらい綺麗な海で。